はい、どうも、ケイドラです。今日は BOBP のチームメンバー、萌太とカズミンとタツとで、リーグマッチの方をやっていきたいと思います。本日はガチエリアバッテラストリートになります。本日ですね、1月30日バージョン 4.4 が実装されました。ということで、ウルトラハンコの強さを、見ていきたいと思いまして、スプスピベッチュを使っていきたいと思います。リーパーは1800。はい、ゴー。さあ、初動はまっすぐ進んでいきます。立体抜かれていく。やってしまった。人数フリー。ジャンプできるかな、この強引なジャンプ。さあ、化けちゃっとけ。さあ、左に1枚と右のプライムをやれるか。突発、うん、逃げられた。さあ、やられた報告を見つつ、トランコ1枚乗ってくー。投げて2枚、いい、オッケー。ハンコ強くない？かなり強いですね、ほら。潜伏かまして、バケツいけるか。バケツやっとけ。ゆっとり。9番置かれてましたね。さあ、カウントリード。どんな感じかな？バケツ掴みた。バケツやっとけ。さあ、ここかな。もう一枚とけ。さあ、打った落として。クー、ナイストラック。ナイストラック、ちょっと、うまいね。さあ、こちらナイス弾。ちょっとウルトラハンコでも耐えましょうかね。ウルトラハンコチャージ。抑えられた方向。左が敵厚いですね。さあ、ハンコが溜まって。くらえー、ハンコクラッシュ。素晴らしい。もう一枚持っていく。さあ、やばい。これはきついか。やれずと。ここですね。さあ、やられた報告。右側に敵がいる模様。さあ、中央を取っていって、さあ、これ痛いそう。よし、OK! 痛いって、見えなかったね。パケでこうか。さあ、どんな感じかな。さあ、自陣潜伏あり。1枚、2枚いてんのかな？ 2 枚そうな雰囲気。自陣 OK。自陣は誰もいない。さあ、もうちょっとハンコのため、OK。スピアが出て、強引に。いや、これは無理か。これは無理か。イカスピアにちょっとハンコは効かないみたいですね。残念。ちょっと、まあ、試してみたくなっちゃいましたね。試したくなっちゃいました。スフィア対ハンコ。やっぱり負けちゃいましたね。はい、じゃあ、オッケー。もう一枚持っていけそう。はい、リトオッケー。さあ、ここでウルトラハンコ！オッケー、ナイス！ハンコ強いよ。ハンコ強いよ。オッケー。さあ。どうかな？うっと、何リッターか、ナイスカバー。ちょっと今のリッターは、やられたね。さあ、飛び先作ってもらってジャンピング。どうも右が熱いのか？かなり落とされた。どうなっている？どうなっているんだ？どこにいるんだ？敵は見当たらない。さあ、一番の敵が、おっしゃー、ぶんねー。あと一発もらってたら死んでた。いやー、バケツもらっちゃった。ごめん。下見すぎた、ちょっとね。もうちょっと上見とけばよかったね。
見できるかな。敵の場所はわからん。さ、敵の場所はわからん。敵の場所はわかりません。さ、2月。やばい、これ無理。やばい、無理。いやー、ちょっと無理やわ。イカスピア半個で潰れへんとか強すぎ。イカスピア強すぎ。さあ、こんな感じだな。さあ、もうちょっと間に合うかな。リタ落としたけど、どう？いやー、無理。ごめん。申し訳ない。もうね、スフィアにちょっと半個で挑みたくなる癖ちょっと直さないといけないですね。ごめんなさい。僕のせいで負けました。よかったら、また見に来てください。チャンネル登録よろしくお願いします。